ディナーの誘いだ。今夜は誰と食事をするの？マクスウェル・ロス。ブライターズのリーダー、行かないわよね？もちろんだ。裏口を調べるか。ミスター・ロスはどこだ？武器は？心配ない、ちゃんと持ってる。舞台が似合いそうな方だ。こちらへ。ああ、栄えあるゲストの到着だ。さあ、座って。しばらく観察させてもらったよ。君はあのクロフォード・スターリックと勇敢に戦っているな。実に素晴らしい。あんたの兵隊を倒しまくった。腹が立たないのか？逆だよ。驚きこそ人生のスパイスだ。だがミスター・スターリックは考え方が違うようでね。まるで命令の塊、恐ろしく退屈だ。我々で彼を舞台から引きずり下ろそう。そう言われても困るな。友よ、もしこの俺がしくじりスターリックに痛手を与えられなかったら、君はこの劇場に乗り込んで俺の息の根を止めればいい。それであんたは何を得る？ロンドンで最も勇敢な男とスリルを楽しむチャンスを。悪くない。ルイス、馬車を。行こうか。こっちだ。まさか一人で行くなどとは言わんよな。操縦者で。さあ、セントパンクラスへ全力で走らせてくれよ。あんたとスターリックは同じ目的のために行動してるはずだろう。何があった？ああ、わかるだろう。彼はギャングのリーダーの要請を俺に求めた。だがひどいものだ。自由がないのだよ。それこそは最も深刻な罪。自由の否定は人間性の否定だ。そうだな。セントパンクラスは苦痛を和らげてくれるのか？駅には今大量の爆発物が置いてあるんだ。スターリック社に送る。列車がセントパンクラス構内に停車中だ。スターリックの商品を処分しよう。混乱だけを残してな。それはいいな、ジェイコブ、それはいい。今も上り列車はこちらへ向かっている。それを使えば目撃されず駅に入れる。線路から外れない限りはな。幸運を祈るなど君には不要だな。俺はスターリックの援軍をなるべく駅に近寄らせないように取り計らおう。Thank you.
いつかブライターズもこれでよかったんだとわかるだろうぜ。2つ片付いた。まだ終わりじゃないぞ。もう少し早くこの爆弾があればな。まったくね。弟はルークスの襲撃のせいで死んだのよ。荷物はもう一つだ。さてと、こいつの運転手を見つけるか。忌々しい手を離せ。何をするつもりだ。静かに頼む。静かにしてくれ。騒ぐ必要はない。何が目的だ。列車を動かし続けてほしいだけだ。分かった、手伝う。乱暴しないでくれ。
俺のことは乗客の一人だと思ってくれ。背中に大きな刃を突きつけてはいるがな。スターリックに殺されるぞ、腐ったれ。近くにネズミが隠れてるぞ、散らばれ。地獄に落ちやがれ。もしよければ蒸気を起こしてくれないか。素晴らしい。スターリックはじきにひざまずくことだろう。君には脱帽だ。すまないが俺は行かねば。また会いに来てくれ。